最初に紹介するのは畠山貴則 VS パク・ジェウの試合で起きた衝撃的な KO です。後に2階級制覇する畠山選手ですが、当時まだ日本タイトルも取っていない頃です。無敗の7連続 KO 中で、なかなか対戦を受けてくれる選手がいませんでした。当時まだ20歳で、試合前のインタビューでは放送できないような物騒な言葉で自信のほどを語っていたというほど尖り切っていた時期です。試合が始まると左フック、右クロスを放っていき、小刻みにステップを踏むなどスピードでパクを上回ります。パクのボディの内割りに左フックを合わせるなど KO の匂いがしてきます。負けじとパンチを放つパクですが、畠山選手のスピードについていけません。そして1ラウンドが終わり、2ラウンドのゴングが鳴った直後でした。駆け足でパクの元に行くと、右の内割りに左フックが炸裂。左フックを打ってきたパクを迎え撃つ形で、畠山選手の渾身の左フックがジャストミート。体をひねりながら倒れ、足が硬直し、目を見開いているパク。レフェリーはカウントを数えることなく試合を終わらせました。2ラウンド15秒、ゴングからあっという間の KO 劇。レフェリーが急いでパクの軌道を確保しているところが、この KO の深刻さを物語っています。勝ち名乗りを上げる畠山選手ですが、しばらくパクは倒れたままです。片岡鶴太郎さんと勝利を喜びながらも心配する畠山選手。それほど一撃のダメージが大きい KO でした。続いては、ダウンの瞬間が衝撃的なアルツール・アブラハム VS コーレン・ゲボルの試合を紹介します。アブラハムは IBF 世界ミドル級チャンピオンで、後にスーパーミドルを合わせた2階級制覇チャンピオンになる選手です。一方、ゲボルはヨーロッパチャンピオンで、この試合は IBF ミドル級のベルトをかけたタイトルマッチです。試合が始まると、1ラウンドからゲボルが攻め立て、アブラハムをコーナーに詰めます。2ラウンド以降も終始ゲボルがプレッシャーをかける展開が続きます。しかし次第にアブラハムが攻勢に転ずる場面が増え、ゲボルに疲れが見えてきます。そして11ラウンド、ついにその場面が訪れます。開始早々、インファイトでプレッシャーをかけていくゲボル。アブラハムが打ち返し、打ち合いになるとゲボルのアッパーにアブラハムの左のショートがカウンターでヒット。その瞬間、ゲボルは糸が切れたマリオネットのように脱力。膝を曲げ、座ったまま失神。その様子を見たレフェリーはすぐに TKO を宣告しました。スローで見てみると、アブラハムがヒットしたパンチはフルスイングではなく、コンパクトなショベルフックですが、ゲボルはパンチが見えていないことがわかります。意識の外から迎え撃つ形でカウンターが決まったので、一発で効いてしまったのでしょう。パンチで一番重要なのは、パワーではなくタイミングと言われるゆえんがわかるシーンです。当たった瞬間、ゲボルの顔が大きく揺れ動いています。ゲボルは天井を見上げたまま、しばらく起き上がれませんでした。アブラハムがコンパクトなパンチで一瞬にして相手の意識を断ち切った KO でした。続いては、閲覧注意の衝撃的な KO を紹介します。イズ VS カハノフ。この試合はトップドッグというロシアの格闘技団体で、藁が積まれた丸いリングの中をジーパンやジャージを履いた男2人が素手で殴り合うというファイトクラブを模したリアルファイトが売りのイベントで行われました。試合が始まると、両者間合いを探りつつ、イズがパンチを放ち、カハノフがカウンターを狙う展開になります。細かいパンチを当てていくイズ。ラウンド終了間際、イズがストレートをヒットさせ、ダウンを奪います。余裕を見せるイズですが、カハノフが立ち上がり、1ラウンド終了のゴング。1ラウンド優勢に終えたイズ。2ラウンドもカハノフのパンチを華麗にかわし、余裕がありそうです。しかしその余裕は、すぐに絶望に変わることになります。カハノフの素早いカウンターをもらい、ふらつくイズ。クリーンヒットしたように見えませんが、スローで見返すと、掌底で耳を叩いているのがわかります。三半規管を揺さぶられたのでしょうか。そして、ストレートを打ってきたイズに左クロスを合わせ、ぐらついたところに追撃でダウン。アップで見てみると、最初の一発でほぼ意識を失っていることがわかります。別角度で見てみると、カハノフはイズの右を避けながら、左手で押さえているのがわかります。そして追撃のフックは両ブローともに顎にヒット。この一瞬でカハノフのスキルがかなりハイレベルということがわかりますね。強烈なダウンにレフェリーはすぐに試合を止めました。強烈なダウンシーンであるとともに、カハノフの巧みなテクニックが見えた KO でした。
続いてはレイ・マーサー VS ジェフ・ペゲスの試合を紹介します。レイ・マーサーは元世界ヘビー級チャンピオンで、トミー・モリソンを KO したシーンが有名です。衝撃のシーンは2ラウンド終盤に訪れます。レイ・マーサーが間合いを詰め、ジャブを放っていき、右ストレートをヒット。時間差で足に来たジェフに追撃の右フックを入れると、ロープに寄りかかったままダウン。無防備なところにさらに強烈な右を追加すると、ジェフは失神しながらリングの外に出されてしまいました。最初の右フックでジェフの意識はなかったでしょう。レフェリーが急いで止めようとしますが、間に合わず、追撃の右で完全に失神しました。意識のないところにヘビー級のパンチはかなりのダメージだったでしょう。当たった瞬間、全身が脱力しているのがわかります。非常に危険な KO シーンでした。続いてはアドニス・スティーブンソン VS ヘセス・ゴンザレス。 KO 後の様子が衝撃的な試合を紹介です。この試合はスーパーミドル級で行われましたが、アドニスは後にライトヘビー級に転向し世界チャンピオンになる選手です。一方、ヘセス・ゴンザレスはアマチュアで活躍していた選手です。衝撃の瞬間は初回から訪れました。ゴングが鳴ると、両者ボディジャブを放ちながら間合いを取ります。そして、次第にアドニスが飛び込んでの左ストレートを狙う場面が増えてきます。最初はクリーンヒットしませんでしたが、1分半、ついにヘセスの頭を貫きます。ステップし体重が乗り、左腕がちょうど伸びたベストな位置でヘススのテンプルにヒット。一撃で失神したヘススは、なんと両腕両足をピンと硬直させ痙攣しています。レフェリーは途中で数えるのをやめ TKO を宣告。足がピンと伸びる KO はよく見ますが、ここまで両腕両足を伸ばしながら痙攣は見られません。ダウンした後の様子がショッキングな KO でした。続いてはディッキー・エクランド VS アレン・クラーク。こちらも非常に危険な KO シーンです。エクランドがアレンをコーナーに詰めるとラッシュをかけます。アレンは完全に失神していますが、無防備なところに何発もパワーパンチが打ち込まれ、ようやくレフェリーが止めに入りダウンを宣告。ロープに頭をかけたまま動かないアレンですが、レフェリーはしばらくカウントをします。そしてドクターがリングに入り試合終了。このレフェリングは今でも考えられませんが、当時81年、ダウンも TKO も基準が緩かったでしょう。しかしそれを踏まえても、ダウン宣告も TKO 宣告も遅すぎるものでした。特に気を失いながら何発も被弾しているシーンは本当に危険でした。続いては、ヌンサヤム VS ギオーム。ムエタイの試合です。衝撃の瞬間は1ラウンド1分過ぎ、突如として訪れました。膝を上げながらガードを避けて近づいてくるギオームに、ムンサヤームのオーバーハンドが直撃。この一撃にギオームは転がり落ちるようにダウン。足をピンと硬直させ、目を見開いたまま失神。その様子を見たレフェリーはすぐに TKO を宣告。ドクターが急いで駆けつけます。前進してくるギオームに渾身のオーバーハンドが顎に直撃したので、たった一発でここまでのダメージだったのでしょう。勝ったはずのヌンサヤムが心配そうに両手を合わせているのが印象的でした。続いてはかなりのダメージとなった KO を紹介します。ベラトール158にて行われたこの試合は、10戦10勝 6KO3 サブミッションという素晴らしい戦績を持った28歳の実力者ペイジと、38歳ベテランのエヴァンゲリストの対戦でした。衝撃の瞬間は2ラウンド4分31秒に訪れました。エヴァンゲリスタの右ストレートに合わせたペイジの右飛び膝蹴りのカウンターが迎え撃つ形でエヴァンゲリスタの額に直撃したのです。すぐに頭を抱え倒れ込み、もがき苦しむエヴァンゲリスタ。その様子を見たレフェリーはすぐに試合を止めました。エヴァンゲリスタはこれにより額を大きく陥没骨折し、緊急手術を強いられました。額は大きくへこみ、レントゲン写真では複雑に頭蓋骨が割れている様子がわかります。しかし、試合直後のペイジはそんなことも知らずに、ポケモンのモンスターボールをエヴァンゲリスタに向かって転がし、モンスターを捕まえるという皮肉めいたパフォーマンスを行いました。病院に運ばれたエヴァンゲリスタは、
7時間を要する手術が行われ、無事に成功。その後、順調に回復。当初、あと10回は試合したいと語っていたエヴァンゲリスタですが、残りの人生に大きな影響を与えてしまうような後遺症を負うリスクをこれ以上犯すことは良くないし、家族のことを無視することはできないと現役引退を決めました。この KO は身体的なダメージよりも精神的なダメージの方が大きかったのかもしれません。続いてはフランシス・ガヌー VS アリスター・オーフレームの試合。 UFC の2017 KO オブザイヤーに選ばれた歴史に残る KO です。ガヌーは2022年までは16勝のうち全てを KO か1本というフィニッシュ率 100% の戦績を誇り、パンチ力は96馬力を記録し、世界記録となっているハードパンチャーです。一方、アリスターは日本のプライドや K1 でも活躍していた選手で、当時ランキング3位のガヌーと1位のアリスターの試合でした。試合が始まるといきなりビッグパンチを放っていくアリスター。ヘビー級のパンチが交差します。そしてケージ際でしばらく組み合い、ブレイク後両者見合う緊張の時間が続きます。しかし突如、アリスターの左フックの打ち割りにガヌーの左アッパーが炸裂。一撃で失神したアリスターにガヌーがパウンドを追加したところでレフェリーストップとなります。当たった瞬間、アリスターの顔が弾けるように大きく揺れているのがわかります。ガヌーのアッパーが顎にクリーンヒットしたわけですから、倒れないわけがありません。この一撃はガヌーを一躍有名にしました。ヘビー級の大迫力の KO でした。最後に紹介するのはこの一撃、ジェロム・レバンナ VS フランシスコ・フィリオでの一撃です。フィリオはデビュー戦で実力者のアンディ・フゴ1ラウンド一撃 KO、 2戦目3戦目も1ラウンド一撃 KO と一撃必殺の異名を持っていました。一方、バンナは左腕を怪我する前、肉体をビルドアップした全盛期で、試合前、会場から一番近い病院のベッドをフィリオのために予約しておいてやってくれとかなり先立っている状態でした。試合が始まると両者距離を取り合い、攻撃が当たっていなくても会場がどよめくほど緊張が張り詰めていました。両者決定打がないまま2分過ぎになると、その瞬間が訪れます。バンナが肩でフェイントし、やや後ろにステップすると、勢いをつけて左ストレートを放ちます。体重が乗ったバンナのパンチが腕が伸びたちょうど良いところでフィリオの顎にヒット。これ以上ないクリーンヒットです。これを食らったフィリオは失神。ロープに腕をかけ、目を開けたままピクリとも動きません。一撃必殺の異名を持っていたフィリオが一撃で失神系を負けをしたのです。衝撃の光景に解説を務めていた石井館長は興奮気味に、ダメだダメだ、危ない危ないと叫んでいました。緊張の時間が続く中、バンナはまさに自撃で試合を終わらせたのです。試合後、バンナはフィリオが意識を取り戻して悔し涙を流しているところに駆け寄り、泣くな、君は極真の王者なんだからと激励したそうです。その後、この試合は千年に一度の KO 劇と呼ばれ、多くの人が K1 ベストバウトに挙げる試合となりました。全盛期のバンナが見せた千年に一度の一撃でした。